村井長道天保7年5月10日は、加賀藩年寄り、輝か村井屋第9代当主、農学研究家でもあった。父は村井長代、養子は村井長佐だ。通称はまた六、余計、また米。署名は長重、後五王、広子祭、後年同社、無限氏。本生は平氏、家紋は丸の内上和町、加賀藩年寄り、 村井長代の子として生まれる。文化13年、藩主、前田成長に、初めて出資し、しむしる2500国を与えられる。文政11年、長代の死去により、家徳と1万6000国の治療を相続する。年寄りとして、藩主、前田成康に仕え、藩政を主導した。天保7年5月10日没。去年41、家徳は、 加賀藩年ドより、奥村執事家の市長邸が養子となって相続した。農学、養曲に造形が深く、世間の農学愛好者が、養曲八拍子のような古書のみを尊重することに、不満を持ち、農に使う仮面や、小族の研究に没頭した。著作として、天保元年、農面法則、仮面収録、天保二年、面名集、養曲資源、天保三年、 農面官邸大会がある。また、佐久間博次第の用局の注釈書、用言嵐の定法、河井長津、渋谷十部、勝木玄直に命じた。ありがとうございます。